1日1分で体改革ラクトレゆるっと片足ティーチバランスでブレない体を作ろうということで今回も始まりましたラクトレゆるっとですが、今回のストレッチはゴルフのどんなところに役立ちますか？はい、今回はですね、股関節から折るためのストレッチになりますので、アドレスを取るときのとても基本的な動きになります。じゃあ今回は股関節ということですね。はい、はい、では早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラクトレゆるっと。はい、では早速エクササイズの方をやっていきたいと思います。お願いします。はい、股関節からしっかりと折る意識が必要なので、膝は軽く曲げる程度でいいですので、片足でバランスを取りながらゆっくりと前屈していきます。手を伸ばして足と手が平行になるぐらいまで目標に行きましょう。一回戻しますね。で、少し余裕がなければ手は胸の前で結構ですので、これも同時に90度行く必要ないので45度ぐらいでも構いません。大事なのはお尻の上にしっかりと体重が乗ることになります。ちょっと繰り返していきますね。もう一回だけ曲げていって、余裕があれば手を伸ばしてバランスを取ります。はい、こんな感じになります。はい、はい、渋野プロもこれは実際にやってらっしゃるんですか？はい、あ、そうですね、毎日ウォーミングアップとしてゴルフレンジでやってます。これ何回程度やったらいいっていうのありますか？だいたい5回から10回程度ですね。その分毎日やっていただくのが大事だと思います。はい、ラクトレゆるっと。はい、では一緒にやっていきましょう。ちょっと注意点も説明しながらいきますので、じゃあまず、横向きになっていただいて、股関節から折ることを忘れないでください。そうですね、はい、膝がつっかえ棒にならないように軽く曲げていただいて、ゆっくり伸ばしていきましょう。5回いきますね。はい、では手を伸ばしてゆっくり伸ばしていきます。そうです、この時にお尻に体重が乗るのを感じてください。はい、戻します。1回3秒ぐらいですね。はい、じゃあ2回目でゆっくり伸ばして、1、2、3。はい、膝がこう前に出すぎないように股関節から折ることをしっかり意識します。じゃあ3回目いきますよ。はい、3、2、3。はい、4回目です。体がねじれないように、体は常に正面を向いたままいきますね。はい、4回目、4、2、3。はい、最後いきましょう。手を腰でもいいですね。はい、最後で5、2、3。はい、こんな感じになります。はい、はい、これを左右やる。そうですね、左右5回ずつやってみましょう。なんか自分の軸を見つけるとやりやすくなります、ね。うん、そうですね、はい、片足ティーチバランス、皆さんもぜひやってみてください。またラクトレゆるっとのバックナンバー、もっと詳しく知りたい方はマイゴルフダイジェストまで。